いやー、今日も爽やかで、なんていい天気なんでしょう。今日もめちゃくちゃお散歩日和ですね。とは言ってもゴールデンウィークなので、まあ激混みが予想されるでしょうという感じですね。なので、まあ外には出たくは、でも出たいっす。やっぱいい天気なんで出たいっす。ということなので、ゴールデンウィークの外がどれぐらい混んでるのかっていうのをちょっと見に行きたいと思います。ちなみに今こう歩いてる道はめちゃくちゃ静かです。動画じゃ伝わりにくいんですけど、結構しっかり混んでました。って言ってもなんかそんなめちゃくちゃ混んでますっていう感じもしなかったですね。はい、ということで帰ってきました。いや、なんかもっと馬洗い状態なのかなって思ったんですけど、案外そうでもなかったです。なんてそのディズニーランドだったり渋谷のスクランブル交差点っていうところは行ってないので、もうそこら辺はもうすごい混んでるとは思うんですけど、まあただもっとこう混雑してもよかったのになっていう感じですね。ちょっと拍子抜けしてしまいました。じゃあ疲れた。じゃあとりあえずお風呂入ってきます。気持ちいい至福のひとときです。今日もお疲れさんです。よかったです。はい、こんにちは、お願いします。はいはい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。はい、よし、終わりました。じゃあ次はライブ配信。はい、どうもありがとうございます。いやー、お待たせしました。ギリギリでしたね。はい、ありがとうございました。はい、失礼します。はい、ということで終わりました。じゃあ次は5分後にメインチャンネルのライブ配信です。ちょっと休憩します。で、まあゴールデンウィークに差し掛かっているので、どれぐらいこう参加してくれるのかっていうのはちょっとわからないんですけども。はい、ということで平成最後のライブ配信が終わりました。いや、でも本当に楽しかったですね。毎度毎度ライブ配信楽しいですね。はい、ということで、じゃあ今から寝ます。はい、おはようございます。と言わ起きましたけども、朝の10時52分寝坊しました。仕事しますということで、はい、ちょっと今見させてもらいます。ですね、おはようございます。すいません、またこうパタパタやるのも喋ってしまった方が伝わりやすいと思うんで、また動画で撮らせてもらいます。と、まあこんな感じで、あの平日であろうとゴールデンウィークであろうと、明日令和に切り替わる時ですよっていう時であろうと、まあ休みながら仕事させてもらってます。そう、でも会社員の頃、まあ会社員の頃よりももっと前の大学や高校の時ぐらいから、僕はこうやらなきゃやらなきゃっていうのをずっとやってたと思います。やっぱ特に会社員の時そうだったんですけども、フケがすごかったんですよ。もうあの雪降っちゃうぐらい、あの冗談じゃなくて本当に雪降っちゃうぐらいフケが止まらなくなったんです。で、病院に行ったら、あ、ストレスですねって言われて、すごいストレスなんだなっていうふうに思いました。あの、なんか僕が聞いた話で、子供がゲームをやり続けてる、困ってる親御さんがいたんですね。で、その人が、まあ、あることをやったら子供がピタッとゲームをやらなくなったっていう風なことを言ってて、まあ、その方法が面白かったんですけど、それは何かっていうと、その子供がずっとやりたくてやっているゲームを仕事にしたらしいんですよ。あの、毎日報告しなさいと。毎日どこまでクリアしなきゃいけない。で、そのクリアをしなかったら反省文を書かせたりとかですね。毎日報告書を書かせたりしたんですって。で、そしたらその子供にとってゲームという存在がやりたいからやらなきゃに変わったそうなんですね。で、そしたら子供がゲームをピタッとやらなくなったっていう話を聞いて、ああ、すごい面白いなっていうふうに思いました。僕もこの YouTube だったり、そのプログラムだったりっていう、まあいろいろやらせてもらってるわけなんですけども、最初はもちろんやりたいからやってたんです。でもやっぱこう続けていったりすると、やっぱちょっとずつこうやらなきゃ感がですね、あの出ちゃう時もあるんです。で、そうなってくるとやっぱりその仕事のクオリティも下がるし、嫌だなっていうふうにやっぱ思っちゃいますし、そう、僕のことに興味を持ってくれたり、僕のことを信頼してくれてる人たちに対してあんまりこういい提供はできないかなっていうふうに思ってるんです。じゃあそのやりたいっていう思ってることがやらなきゃに変わる瞬間ってどういうことかっていうのを、僕のまあ経験上からいろいろ考えてみたんですけど、それはすごい先まで予定がびっしり埋まっちゃっている状態の時に
いくらそれがやりたいことであったとしてもやらなきゃに変わっちゃうんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。やりたい時にやりたいことをやれるからそれに自由を感じているわけであるんですけど、そのやりたいことを予定ビシッて埋まっちゃうと、まあ、ある意味その自由が効かなかったりするわけなので、そうなのでそのトゥードゥータスクで埋めちゃうとか予定で埋めちゃうみたいな感じになると、結構それが逆にこうストレスになっちゃうんじゃないかなというふうに僕は思いました。じゃあどうすればいいかっていうと、そのやることをなるべく減らしていくっていうのが、まあ、僕は一番手っ取り早いんじゃないかなっていうふうに思います。あとはその先々の予定をきっちり埋めないとかですね、あとはちゃんと自由の時間を作るっていうのは、まあ、僕はいいんじゃないかなっていうふうに思います。なんか別になんか言えば簡単なんですけど、言うのは簡単なんですけど、いやそれがちゃんとできるかって言われたら僕もできてないんですよね。例えばまあ休みの日であっても、これやりたいこれやりたいっていうのをでこうぎっちり予定を詰めて、逆にこうやらなきゃってなっちゃってる人もいると思うんで、まあ、なのでまあこの動画を見てる人の中でなんかこうやらなきゃやらなきゃっていうのがすごい増えてる人はがいたら、何にも予定を立てない時にもうただひたすら自分がやりたいことをやりたい時にやるっていうことをやってみてほしいなというふうに思います。自由な時間を作ってやりたい時にやりたいことをやりたい分だけやるっていうことができてる人っていうのはやっぱ少ないのかなっていうふうに思いますんで、やりたいことで予定をびっちり埋めて逆にそれがやらなきゃになってストレスになっちゃってっていう人もいるかなって思ったので、まあ、今回こうやって動画でシェアさせてもらいました。そう、僕もまだまだそのやりたいがやらなきゃに変わっちゃう時もありますんで、そう、自分の好きなタイミングでやりたいことをやっていこうと思います。じゃあちょっとこの後新宿に行く用事があるので、新宿行きたいと思います。はい、ということで新宿に着きましたので、今から用事を済ませていきたいと思います。はい、ということで用事を済ませてきました。じゃあ今からせっかく新宿に来たので、まあ、せっかく新宿に来たんでまたいつでも来れるんですけども、まあ、せっかくこの後時間が来ましたので、じゃあなんかいろいろ散歩していきたいと思います。僕は2年前ぐらいちょっとこういうお金に余裕ができ始めた時に、とにかくそのやりたいことをやりたいだけやろうつってやったことがあるんですね。でもその時はその時の感情に任せてただやりたいことをやってるって感じだったんです。なので蓋を開けてみると、あれ全然成長しないじゃんとかですね、周りの環境全然変わってないじゃんみたいな感じになってしまいました。なのでその後はちゃんと目指すべき方向に向かって、これがやりたいから、将来これがやりたいから、そのために今頑張ろうっていうそっちの方向にシフトしたんですよね。そしたらその後の未来もどんどん変わってたっていう経験がありました。そうなので、まあこれからもやっぱりその目標目的っていうのはすごい大事なのかなっていうふうに思います。